はい、こんにちは、漫画先輩だよ。漫画先輩ヒア。さあ、じゃあ今日もやっていこう。ジャパニーズスタイルの漫画描きたいみんな、ね、エブリバディ、コマ割り、This is コマ割り、This time コマ割りの話するよ。前回は吹き出し、ね、セリフの話をした。今回はコマ割り、コマ、コマ、コマ、ね、コマ割り。さあ、コマ割り。ジャパニーズスタイル漫画、ライン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 。で、これコマ、コマ、コマ、コマ。で、コマ割りしていくので、まあ、これで、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5の順番で読ませる。ジャパニーズスタイル、こっち向き、ライトめくり。ね。ので、こっちから読んでいく。読んでいく、リーディング。ので、1、2、3、1、2、3、4、5。海外だとね、ワールド。こっち。多い。もうこれは、アルファベットこういう向きだからね。ジャパニーズセリフ。こう、こう、こう、こうだから、まあ、こっちから読んでいく。で、小回りする上で気をつけること。注目。気をつける。何なんだろう、注意。ね。まあ、いいか。よし、注意は、まず、だいたい、アベレージ、コマ数、決まっている、数、なんだ。コマ数決まっている、多くていいものではない。だからこうやってたくさんいっぱいいっぱいいっぱい、メニーコマのコマね。ジャパニーズスタイル、ディスペーパー一つの原稿にだいたい6から7コマぐらいがアベレージ平均を、多くしないのメニーコマね。で、しかもこれは Now 徐々にゆっくりスローリー減ってきてる。昔はもっとオールドタイムもっと多かった、8から10、これが Now。 日本ジャパニーズ漫画どんどんコマ大きくなってきてる、ビッグコマ徐々に、ね、ので昔オールドタイムジャパニーズ漫画4パネル、ね、4段で、4段組と言われていた。4段組。4、1、2、3、4。で、つまり、アベレージ8コマ。で、Now、3段。3段組が今は多い。Now、メジャーになっている。例えばでも、今でも Now、フェイマス作家、高橋留美子先生、ルミクとか、足立みつる先生とかは、Now、4段組。だったりする。そしてワンピース、ナルト、ナウ、今の作品はサンダーのものとかが多くなってるよ、ね、ので皆さんもまず書くときに大きく、まずは3段ぐらい、まずはファーストタイム、まず3段6コマぐらいを意識してコマを割るんだよっていう、1ページに入れるコマ数というのをまず意識、これ大事。あまり多くしすぎない。つまり海外の漫画、ワールド漫画、結構コマ数多い。それで結構違いが出てくる。気をつけよう。あとは今こうやって割ったけど、当然こういう大きなコマを取って、1、2、3、4、5、6みたいなことも、1、2、3、4、5、6みたいな、こういうような形、組み合わせ自体は自由、フリーだ。そんな感じかな。バット、オールド、フェイマス、四段組が逆に Now、フレッシュ、新鮮に見えることもあるので、まあ全然好みで、好きな、あなたの好きなやり方でいいよ。四段組でも全然 OK。ここら辺は割と自由なんだけど、あんまり多くしすぎない。これを意識してみてね。というわけで、次回はですね、その中でさっきもちょっと言ったビッグコマの話をしていくよ。よし。じゃあ、See you next time. サブスクライブ。ライトコーナー。プッシュ。振り切ったの。じゃあ、そんな感じで。またね。